お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？ルーブル美術館で使われている和紙をすべて漢詩に変える。警告人青年が発したこの言葉に海外から呆れた声をお送りします。世界三大美術館の一つとして名高く、渓谷客からも人気の高いフランス・パリのルーブル美術館。ルーブル美術館の美術品は有名で美しいものばかりで、たくさんの観光客を楽しませています。しかし、そんなルーブル美術館が美術品を修復するために漢詩を使っているということが明らかになりました。そんなある日、美術館のリシュリュー館で、翌日に行われるカンファレンスのために最終点検をしていたのが、今回のキーパーソンであるキム・ミンジョン文化財復元師です。彼は、翌日、ルーブル研究所長とカンファレンスを行う予定で、この場であることをしようと意気込んでいました。それは、オルセーとポンピドゥ美術館の文化財復元の関係者たちも多く集まるこの場を利用し、漢詩を、全世界の博物館にアピールしてやるというもの。実は、過去に、キム氏は、ルーブル美術館に、で、文化財復元用紙として、和紙ではなく、漢詩を使うべきだと主張していたんですが、その反応は、冷ややかなものだったそうです。確かに、和紙で、今まで問題なく、綺麗に修復できて、今でも修復する素材として、大きく活躍しているので、それを、わざわざ漢詩に変えるというのは何のメリットも感じられませんよね。それを踏まえ、彼は翌日のカンファレンスに向けて多くの説得材料を用意している段階でした。そんなキム氏についてここで少しご紹介しておきましょう。彼はルーブル美術館において復元師として働いている30歳の警告人青年です。14歳の頃に祖母と共にフランスへ引っ越してきて、パリ第8大学の美術保存と復元学科を卒業し、博物館で勤めることになりました。そんな彼が、漢詩に興味を持つようになったきっかけは、パク博士のもとで、3年ほど、朝鮮王室の書籍を返還する手助けをしていたことでした。パク博士は、2008年に、世界初金属活字の印刷版である直視身体溶接を発掘した経験があり、キム氏もとても尊敬しているようです。そして、2014年にインターンとしてルーブル復元室に入ったことをきっかけに、彼は復元用として漢詩を使うべきではないかという考えを持つようになりました。その後、彼は2015年に通常の人と遅れて軍隊に入隊。彼は、渓谷の国籍を放棄して兵役を免除してもらうこともできたんですが、彼は、それをせずに国防部遺体発掘監視機団に志願して入隊するという経歴があります。そして現在は、美術品の復元のために漢詩を使うべきだという考えを世界に発信しており、注目の的となっています。実は、今の美術館は、ルーブル美術館も含め、文化財復元として、ほとんど和紙を使用している状況でした。優れた性能を持っており、取り扱いにも慣れている和紙を、わざわざ漢詩に変更するというのは、この段階で、何のメリットもなかったため、博物館の復元師たちは、キム氏に対して、漢詩が和紙より優れているということを立証しなさいと突き放します。そして、キム氏は、立証するための材料を集め、再度博物館の復元師たちに会った時には、実際に、漢詩と和紙を水で濡らし、復元力が違うということを立証します。実際にこの立証で、漢詩は、水で濡らしても、収縮と変形が少なく、長期保存しやすいとした上に、接着力も優れているので、復元しやすいということを証明しました。この立証を聞いたルーブル美術館のアリアン・デ・ラ・シャペル研究所長は、漢詩が優れていると判断したことが後押しとなり、ルーブル美術館の美術品復元として漢詩を使うことに決めました。そして、現在、ルーブル美術館は、復元師として漢詩も使って復元するようになったといいます。特に有名なのは、
19世紀のバイエルン王国のマクシミリアン2世が使用していたという机を全集史から集めた漢詩で復元することに成功したこと。現在も机の中央にある引き出しの鍵周りを復元する際には漢詩を使っており、現在も展示しているようで、定期的に修復するときも漢詩を使っています。彼はこのルーブル美術館での立証を経て次のように述べました。生前のパク先生からは、国が自分に何かをしてくれるということは望むな。自分が国のために何をしてやれるかというのを考えなさい。そして私たちの文化遺産を世界にどんどん発信していってほしい、ということを常に言われていました。だからこそ自分は博物館の復元に使われている和紙を全て漢詩に変えていきたい、と発言をしました。彼のこの発言に対して世界から様々なコメントが寄せられました。ここでそのコメントを一部ご紹介します。海外の反応。世界遺産をぶっ壊す気かよ。宝を失い、朝鮮人に対する恨みだけが残るという。コリアンペーパーは最高だね。わし？なんだいそれは？トイレットペーパーかい？民族病だわな。日本を貶めたいっていう病気。日本を引きずり下ろすことしか考えない民族。またバカ安で請け負ったの？焼き畑営業迷惑だわ。和紙の製法で朝鮮人が紙を作っても、それは和紙であって漢詩とかいうものにはならないだろう。あの国って世界で評価された日本文化には必ず偽物出してイチャモンつけてくるよな。漢詩って段ボールだとか厚紙だとか言われてるあれだよね。そもそも美術館という屋内施設において水で濡らして復元力とか意味わからんのですが、漢詩と和紙を水で濡らして復元力の差を実験で示し、漢詩は収縮と変形が少なくて長く保存される上、接着力がいいので復元に有利だよねって言うけど、比較するところなのかな。これ系国製和紙って捉えられそう。長期間の実験もないのに変更解かないから、長年の品質劣化が起こらないということが、その漢詩とやらにあればだけどね。まさか漂白剤なんて使ってないよね。つかそれは酸性紙でしょうか。長期保存を目的とした紙ベースの物質って紙そのものの長期保存性が問われるんですよ。そもそも和紙は書や絵画の復元に使うけど、机の修復に和紙の代わりに漢詩？漢詩が丈夫なのは事実。和紙は楮より細かく砕いて冷水の中に手を浸して不純物や粗い繊維を取り除くとか、地道で繊細な作業工程をやるし、紙すきを、和紙を方向性が整っていて、とても繊細。でも、漢詩は、適当な紙すきで、方向性はバラバラ。漢詩は、繊維も太くて長くて丈夫なのは確か。布に例えたら、和紙は、絹で、漢詩は麻みたいなもの。大雑把な修復には、値段も安い漢詩は持ってこいかもしれないけど、繊細な修復には、やっぱり高級な和紙の方が圧倒的なニーズがある。大雑把なところは普通の工業紙でいいのでは？薬品も使用で指定すればよいし、下地として使うには良さそうに聞こえるよ。てか、それ、最高紙と何が違うのかな？いいよな。あの国の人たちは、乗り越える目標の国があって、日本は加藤国相手に熱心に離れないし、まあ化学物質で漂白していた紙なら酸の成分で数年後に結果が出ますから、
日本の紙幣に使っている和紙は写真用にも最高だ。欲しい。なんで、最後は日本に嫌がらせを仕掛けることが結論になるんだい？こんなもん嘘だよ。世界の文化遺産修復現場では和紙しか使ってないし、水に濡らして変形が少なかったら障子が破れないんだがね。和紙と全く同じ製法で作って、そこにちょっと小細工して、ほら和紙より優れた漢紙でしょって、そもそも材料が違うからな。だからゴワゴワの厚紙なんだよ。製法にしたって、平和時代に日本人が教えたわけで、それが、証拠に漢紙を使った古文書は存在しない。同じ製法で作った劣化物を安価で押し付けてるんでしょ。本当に浅はかだな。漢紙って何？世界が渓谷に憧れていると妄想するのは勝手にしたらいい。でも、日本まで潰そうとしてくるから放置するわけにはいかないんだよね。朝鮮史ならまだしも漢紙って。リアサ末期の宣教師シャルル・ダレは、朝鮮の工芸品はほとんど中国に劣るけど、紙だけが優れていると言っていて、ただ油を染み込ませて敷物に使うとか、堅牢性が売りだったらしい。まあ、美術館の修復で和紙のライバルになりそうにはない。それを別の用途で売り込めばいいのにと思う。まあどうせ、いつもの、そんなことは言っていないか、古代解釈に、古代解釈を重ねてるのかその辺。そもそも、あの国は、あまり、伝統工芸品の修復や保存には、性格的に向いていないように思える。その理由は、あそこの伝統工芸品の保存状態が、極悪の状態のものばかりだからだ。ルーブルは、ひどいことになる予感。漢紙には、紙の歴史遺産が一切存在しないが、日本にはある。これが今後を表すもの。別に、ルーブルが漢紙を使いたいというのであれば、それでもいい。でも、そう遠くない将来に、どっかのダムのごとく、崩壊しないことを祈りたい。復元する人は、絵をこよなく愛している人ってイメージでしたが、自国のものを押すんですね。本当に、その絵にそれが合えば良いと思います。でも、和紙と変えてやるっていう考え方は違うんじゃないかな。その通りだな。絵の復元がしたくて頑張ってきたんじゃないのか？仕事への誇りより日本が憎いのが先なら、復元の仕事なんてやめてしまいなさい。いかがでしたか？以上のように、海外では、ほとんどが、批判的な意見となっていました。このコメントにも少し載せましたが、多くの外国人からは、漢紙が本当に優れていると思っているなら、その部分だけを主張していけばよいのに、なんで、わざわざ、和紙を引き合いに出して、和紙を貶めて漢紙を上げるような発言をするのだろう。どうせまた反日精神が出てきて、自分の国をアピールするというよりは、日本を貶めたいっていう気持ちの方が強いんでしょ。渓谷は日本を貶めることばかり考えているから、どんなに自国の製品をアピールしてもこちらとしてはああまたかにしかならないというようなコメントが多く見受けられました。確かに、なぜ漢紙をアピールすることが目的なのに和紙を貶めるような発言をわざわざ世界に向けてするのかと思っちゃいますよね。自分たちの国のものを世界にもっと知ってほしいという気持ちは理解できるんですが、わざわざ和紙を目の敵にして、和紙は弱いから長期保存し、安い漢紙に全部変えてやると、世界に大きく発信するというのは、どこか目的がずれているように思えてなりません。日本の和紙の評価を落としたいのか、はたまた、本当に漢紙をアピールしたいのか。これまでの渓谷の行動を踏まえると、いろいろと勘ぐってしまう部分もあります。ですが、それでも、海外の反応を見ると、やはり冷ややかなものであることがわかりました。コメントにもありましたが、漢紙は、和紙の製法と基本的に同じなので、
これは漢詩ではなく和詩なのではないか？といった疑問も正直あります。それ以前に、復元師として昔から伝えられている美術品を、より美しく復元して、今の人たちに見てもらいたいという気持ちよりも、自国のアピールが優先的になっているような気もします。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。